今日は集王列伝、第2回、武王だぜ。武王、武王武王。彼は中国の歴史上、初めて革命を成し遂げた大英雄だぜ。また、文王と並んで西王として崇められている存在だぜ。そんな武王が運命の戦い、牧野の戦いに向けて、何を考え、どう行動したのか、そして殷を倒した後の国家構想をどう描いていたのか、ゆっくり語っていくぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。周の武王、清和期、イミナは初、文王の次男だぜ。当動画では牧野の戦いは1046年説を採用しており、生没年は紀元前11世紀から1043年の人物とするぜ。文王には子供がたくさんおり、武王の兄弟には、周の歴史において重要な人物が多いぜ。その中でも特に有名な人物を紹介しておくぜ。周公旦、武王の死後、その子を補佐して周を支えるぜ。筆公公、武王の孫の代まで周を支えるぜ。この二人に加えて、大公望と小公石の四人を、清周の姿勢といい、建国の後進四天王なんだぜ。輝いた時期はそれぞれ違うので、活躍はその時に改めて紹介するぜ。さて、武王は文王の死後、清白公の地位を継いだぜ。武王が即位したのは牧野の戦いの12年前だと言われるぜ。文王の遺志を継いだ武王は天下に権勢を求め、人生を敷いて、民を休ませて国を富ませ、殷を討つ準備を進めたぜ。また、文王の代の勢力拡大は武王の頃のことも、含まれているとの説もあるぜ。武王はその南部、や殷を滅ぼしたことから、積極果敢な性格の持ち主のように見えるが実際には、非常に慎重で、ことをなすに計画を練りに練るタイプの人間に見えるぜ。イケイケどんどんの殷王朝絶対滅ぼすマンだと思っていたわ。殷を討つ計画は大公望や周公旦と練られた。大公望は名声の割に具体的な実績が何もわからないが、軍師という立場だというなら、国印までの道筋をつけたのだろう。国印が鳴った大きな要因は多くの国が印側を離れ、周側についたことだと考えられるぜ。印王朝の軍事システムが諸国との連携を基本にしたものだから、そこを崩すことが周が印に勝つために必要なことだぜ。この罹患工作を大公望は担っていたのだと考えるぜ。この地図でのオレンジ色の矢印のルートを跳躍して開けること。また諸国の援軍の約束を取り付けることが、大公望の任務だと考えると、大公望の重要性が理解できるぜ。そして武王は即位から9年後、ついに国印の兵を挙げるぜ。殷周革命、来たー。武王は東へ進軍、史記によると黄河の渡し場、名神を越えたぜ。進軍は順調ね、一気に殷軍を破るのだわ。名神を渡った時、白い魚が武王の船に飛び込んできた。武王は自らこれを拾い上げて神に捧げたのだぜ。白は殷王朝のシンボルカラー。魚は鱗に覆われていることから兵士の象徴だぜ。つまり自ら捕まりに来た白い魚は吉兆なのだぜ。武王？天も武王を味方してるわ。それだけじゃないぜ。武王が名神を渡り、上陸すると今度は、怪しい火の玉が飛んできて、武王の陣営に止まった。見ると、それは真っ赤なカラスで、ゆったりとした声で鳴いたのだぜ。赤は周のシンボルカラーで、カラスは好調だと言われるぜ。これは、武王の父文王の事業が完成することを表しているぜ。武王？吉兆に次ぐ吉兆。国印待ったなし。名神に着くと800を超える諸侯が馳せ参じたぜ。今こそ中央を打つ時です、と諸侯は口を揃えて進言したぜ。武王？天の時、地の利、人のは、すべての風が武王に吹いているわ。そして、武王は行動を起こしたのだぜ。この行動が3000年の時を超えて我々を驚愕させるのだぜ。何？何をしたの？神を呼んで大嵐を巻き起こしたり、日食が起こることを予言したりしたの。武王は引き返したぜ。宝剣に帰ったんだぜ。あいえいえ。武王。武王なんで。
これが、ある意味刻印最大のミステリー。武王、土壇場にして帰る、のエピソードだぜ。式にも書いてあるぜ。武王は兵を挙げ、吉兆が起こり、諸侯800が集まる。そして引き返す。わけがわからねえ。大丈夫だ、多分誰もわからねえ。この出来事について詳しい方がいたら教えてほしいのだぜ。私の解釈としては吉兆と諸侯800は恒星の誇張で、思ったより味方の諸侯が集まらなかった、とか、陰の東方や北方で同時に放棄するはずの諸侯が動かなかった、とか、計画に手違いが生じたので、引き返したのではないかと思うぜ。さて、武王が軍を周に引き返してから2年が経ち。やはり中央の暴落は収まらなかったので、武王は再び兵を挙げるぜ。だが中央暴落説はかなり怪しいので、私は疑問視しているぜ。二度目の出兵はようやく準備が整ったからだと考えるぜ。この出陣の際は占いは京都出て、嵐が吹いたが武王は決行したぜ。宝鶏を出発し、名神を渡り、軍を進めたぜ。今度は引き返さないの？大丈夫だぜ。しっかり進軍したぜ。諸侯もちゃんと集めたぜ。二度目の進軍は完全に準備が整っていたぜ。いよいよ決戦、牧野の戦いだぜ。牧野の地で行われたこの戦いは何年にあったのかは諸説あるが、戦端が開かれた日、時間は明らかになっているぜ。史書と金文、青銅器に刻まれた文、が一致していて、孔子の日の未明に両軍がぶつかったのぜ。さて式には、衆軍は歩兵4万5000人、近衛隊3000人、戦車300両とある。対して援軍は70万、林の如し、と表現されているぜ。援軍多すぎー。援軍の通常の動員戦力は甲骨の記録を見るに、数千程度なんだぜ。どんなに頑張っても2万集められるかどうか。しかも末期の援軍はかなり求心力を落としているぜ。衆軍も式の記録ほどの数ではないだろうと考えられるぜ。また、野戦で決戦を行ったかどうかも実は怪しいぜ。史書の記述から離れ、青銅器の名文を確認すると、火遜という青銅器に戦いがこう書かれているぜ。武王が大将優に勝った、また力という青銅器の名文には、武王は将を制した。孔子の日の朝に突撃して勝利した、晩には、速やかに将を占領した、とあるぜ。この力は戦いで功があった、李、という人物のために、作られた青銅器だぜ。これらの記述から戦いが極短時間で決着がつき、都、大将優が素早く占領されたことがわかるぜ。牧野の戦いは衆軍による速攻で援軍が体制の整う前に敗れたようなんだぜ。あるいは衆軍が援軍の展開する前に都、大将優を陥落させた戦いだぜ。図のような回戦が行われなかった可能性さえあるのぜ。相手の体制が整う前に速さで勝つ。兵は神速をたっとぶんだぜ。戦い方として最高だぜ。スーパー軍師対攻防の面目役序だぜ。指揮した武王もまさに、武王にふさわしい手腕だぜ。決戦にすら持ち込ませず、都を落として中央を自殺に追い込む。キレキレの傭兵だと言えるぜ。即戦で一撃で陰を滅ぼす。これが武王と対抗坊の計画だったんだぜ。すべてはそのために周到に準備されていたんだぜ。式による、戦いが始まって陰の兵士たちが武器を下ろす。という話は普通に変だぜ。交戦する段になって武器を下ろしたら、真っ先にやられるぜ。やる気がなかったらそもそも戦う前に逃亡するぜ。また、後の話だが、陰では衆に対して反乱が起こるぜ。陰軍が抵抗せずに衆軍を受け入れるなら反乱なんか起こるはずないぜ。とにかく陰は敗れ、中央は自殺するぜ。武王による刻印はここに達成されるぜ。めでたしめでたし、ね、まだ何も始まっちゃいないぜ。むしろここからが始まりだぜ。有史以来初の王朝交代だぜ。王とは為政者、統治することが仕事、ここから全てが始まるのぜ。ここからは武王の構想した国家を見ていくぜ。武王は刻印後、後継に都を建設するぜ。武王は後継を中心にした周王朝を作ろうとしていたのね。
そうでもないんだぜ。東の楽遊は武王の子、西王の時代に建設されるが、楽遊、当時は西州、が完成した際、西王は武王がこう言ったとしてるぜ。武王は院に勝ち、天へ報告して言った。余はこの中国におり、この地より民を治めようと思う。この家孫に刻まれた金文は、中国、という言葉が史上最初に、使われた用例なんだぜ。ただここでの中国は、国の中央、の意味だぜ。武王は東の西州の地を国の中心にしようと構想していたのだぜ。これは王朝を西方の州の地から治めるのではなく、むしろ院の中心のあたりで民を支配しようとしてたんだぜ。武王の国家構想は院を倒し、院にとって代わる存在になろうとしたんだぜ。武王は東方を支配に加えるべく手を打っていくぜ。中央の子、六氏姓に旧院の大優勝を経営させるんだぜ。院を滅ぼしたのに後釜に中央の子を置くの。やばくない？経済力、文化力ナンバーワンの地だから利用しようとしたんだぜ。徹底的に破壊するようなことはせず、周王朝に組み込もうとしたんだぜ。ただし、監視はしっかりやる。武王の弟を三人も送り込んでいるぜ。監縮船、採縮と、各縮所の三人だぜ。特に監縮船は文王の三男、武王が次男、周公旦が四男だからその間、かなり有力な周の親族だぜ。これで備えはバッチリだぜ。大優勝を抑えた武王の次の目標は東方だぜ。東方の周に従わない国々を打つつもりだったぜ。そのための拠点、西州、楽遊、の準備だぜ。国印から3年ほど経ち、後継も完成し、周が王朝として軌道に乗り始めた時、武王は病没したぜ。は、周王朝は基礎固めの時期に主を失ったぜ。東方征伐はまだ手をつけていない状態。この時、東への拠点、西州はまだ完成していなかったぜ。後継ぎの西王はまだ年若く、武王のような働きは期待できない。そして大優勝では中央の子六氏姓と院の移民による反乱が起こったぜ。閲監氏の三人は、三人とも殺されたぜ。有力な親族送ったから大丈夫だって言ってたやんけ。あれは武王が生きていればの話だ。院を滅ぼした武王の誤算は自分の寿命が父親ほど長くなかったことだ。周王朝は創始早々未曾有の危機が訪れることとなった。この後周王朝はどうなってしまうの？ふふ、どうなるんだろうな。次回のお楽しみだぜ。くぅ、待ち遠しいわ。次回、早くも訪れた王朝の危機、周はこのまま潰れてしまうのか？それとも、救世主は現れるのか？周王列伝、第3回、西王、乞うご期待だぜ。よろピクミン。今回もご視聴いただきありがとうございましただぜ。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしければよろしくだぜ。しからば。